三崎で勝負を決めたいなと。おバトルですよね。はい、バトル。なるほど。はい。で、僕たち4人はガチでね、ヘッドホンをして集中するので、はい、実況解説はお願いしてもいいですか。皆さん、わかりました。よろしくお願いします。はい、お願いします。行きたいと思います。はい。まあ、どんなタイプの実況が？まあ僕今一応17種類ある。17種類増えた。17種類も実況の種類ある。今あるんですけど、まあやっぱマリオメーカー遊ぶ王はだいぶこう広いところでね、やるので、まあ、逆にこう落ち着いたタイプがいるかもしれないですね。アナウンサータイプ。アナウンサータイプね。アナウンサータイプ実況。岸大河さんタイプね。ゲームリポータータイプね。はい、ゲームキャスタータイプ。わかりました。じゃあそちらでお願いします。ます。はい。さあ、始まりました。これ実は乗る？マイク乗ってない。乗るっすね。本気の気持ちでいきます。では見ていきましょう。はい。さあ行きましょう。僕もね、あぐらかいたんで、ここから本気っすよ。あ、そうだ、本番あぐらかくタイプ。いや、書きたいっすけど、書ける環境かどうかが大事なんで、現場の必須によって違いますからね。あぐらが一番力出るんで、今のところ。まあね、やっぱ床でやってたもんね、小学校の頃とかね、ゲームね、結局私はね、マリオやってるってやったら、やっぱ床であぐらですもんね。さあ、最初のステージは、これはマグマ、マグマステージですけども、さあ、やはり一撃者は怖いぞ。いやー、これまずいかな。さあ、なんとこれは一歩前にやらかしたね。一歩前にしてるのは大田選手。さあ、ここは変なやられ方さえなければ、あー、ヒップ耐久だよ、そこは。ヒップ耐久、これはちょっと待った結果ボタン、そして、さあ、そう、おむずい。でもショートカットうまいの、いいな、これ。これどうやって、違うか、どうなっている、いける、これいけたな。はい、結構ショートカットできそうなステージです。オッケー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 。おお、いいですね。ライドル選手かなりスムーズにいってますね。え、もういってるの？もうかなり前いるよ。早いな、ちょっと中間来て、そろそろ。おお、よいしょ。さあ、追いつかれるのまずい。さあ、かなり前の方に行けてるのはフリート選手とライドル選手。いや、入んない。よし、で、うわー、これはでもちょっと時間使わせるステージですね。長いな、これ。慎重に慎重に取ります。うわ、慎重に取るが、さあ、手前の方で、おー、した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 、水田選手、こないで、フェイトさん、そして地獄ここ。さあ、二人ずつで、あ、いや、ちょっと待って、オッケー、オッケー、オッケー、なんとこれはめっちゃ食べに行く、早いじゃん。いや、いや、違う、お前、終われ、終われ、うっそ、危ねえ、マジ、おわし、あー、マジか、行くな。ワンチャンある、ワンチャンある、普通に終わらないで。フェイト選手は、なんだこれ、一アップ、あー、マジか、これ、ね、あるある、一アップが、ね、あー、むずい。こいつと、どうにかしねえと、やばい、誰か助けに来てくれ。これもう一生進まねえ。どっかで一生進まねえ。フェイト選手は、一歩前に、一番前で困ってますけど、やべ、危ねえ。膝はフォルグラ選手が相当参ってますね、今。さあ、参ってるんですが、これ一歩前に行くとだいぶ、うわ、そういうことかいっていう。いやー、ダイダーさん来てくるのは私しかないな、これ。なんで？俺もうすぐ行くよ。さあ、どうだ、行けるか。さあ、行った。なんでこれ？うそ。これはフォルグラ選手と水田選手は、何してんの？結構前で悩んでます。ちょっと今ジャンプできなかった。悩んでさあ、悩んだ結果でもポルガ選手は答えつきましたね。水田選手はポルガ選手待ちよ。PT スイッチ押してくれない。マジか、2ブロックになってますね。ライダラさんか、完全に2ブロック。あ、でも全員が同じ場所に戻った、ね、やられて戻ってきた、ラッキー。さあ、だがこの仕組みを知ってる人は早いんです。あ、いけるいける、は早いんです。いけるぞ。さあ、なるほどね、それいけるのか。これは知らなかった。さあ、同じ感覚を手に入れた全員、ここでいけた。さあ、ダイダラ選手もいって、ボルカ選手もいって、やばい、さあ、だけやめてるぞ、まだ一歩前を見ていない。そして、ここからが、あ、終わる、やばい、タイムやばい、タイムが長い長い。ジュニアのとこかな、わかんないけど、ダコーになってます。さあ、
誰が一番前に行くのか。今のところはフェイト選手が一番悔しい。ここだ。さあ、だからこのゴート、クッパジュニアがさっきやった結果、おっと、これはいけるのか、フェイト選手いけるのか、いけた。待って、終わんないよ、終わんないよ。フェイト選手はこのままクリアへの道をまっすぐ走って、一人でゴール。うわすごいな、すごいな、落ち着いてたな。1回もとか入れた。1回もとか入れたのか。これは気づかないと難しいスピードでしたね。いや強いな、フェイトさん。最初のリード守りきれないな。落ち着いてたな。ということで、フェイト選手が一歩リード。はい、スタートしてもらう。そして他の選手はフェイト選手を止めなければならないですね。うん、狙われる。次はどうあっても次はフェイト選手の。ルイージ、さあ、ルイージを止めればどこにかなる。サプライズ、サプライズ。いやー、引っ張ってた。笑ってるな、2位が。2位もすごい。あざ笑ってました。あー、これは地獄かもしれない。押せ。おい、あーと、あー、心臓がよかったっす。サプライズ。さあ、その結果もうスイッチは押せないので、もう走るしかない。そしてその一番前の方よっしゃー、よし、2位。ないないない、何かけない、ないない、2位以下はクソだから。このゲーム2位以下はクソ。大大選手が勝利。よし、素晴らしい。すごい。いや、でもこれは逆にお二人からしても、まあ、フェイト選手じゃなければ、まあ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 、よし、いいでしょう。さあ、しかし大大選手とフェイト選手が一歩リード。これは、これは連続で勝ちたいな。フォルムガ選手と西田選手は絶対に次は負けたくない。ちょっともう外界とシャットアウトします。シャットアウトしたら大会モードに突入。アイロストフォーカス。さあ、これは見落としてた的なことですかね。日本語に訳すと、これがどういう、いやー、どういうステージなのか。いや、これ取るか取らないかだよね。さあ、ノコノコカーはとても強力ですが、まっすぐ走るよりは遅い。いやー、はい、うわーっと、これはぐんぐん前に行ってる。やべ、そしてざまだこれ。これはいやー、マギオリとゲット。さあ、西澤選手一歩前に行ってる。これが正解のルートなのかもまだ怪しいが、いけそうだぞ。オッケー、ありがとう、ありがとう。あー、まずやべ、これはいけそうだ。このまま西澤選手、はい、一歩いけるのか。やべ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 、これ持ってきちゃってんだよな。それとも、なんか前にいるぞ。でもなんとここに来て一歩後ろになっている。一番前にいるのはベイト選手。え、なんで、なんか、そして西田選手もいる。さあ、この2人に負けてしまうと、あ、でも西田選手は、いやー、まあ、どうなってんのこれ。さあ、どうだ。マジか、ミスター待ってるのか、そのこれは合ってそう、合ってそうだぞ。あー、あー、やばかった。これ大逆転。踏まれた。おい、何やってんだよ、マジテンパじゃないか。おい、ホルンガ選手がいなければ、おい、してないところ。ありがとうね。これはあとちょっとだったんだけどな。手助けしちゃったの。アシストしちゃった。あれ、バネ後ろに持ってけばいけたね。あ、バネとか、うん、うわー、さあ、これはまあ、それがアイロストフォーカスかもしれないですね。そうだったー。ポイントしかすぐ行けた。悔しいな。2回ストレート。もう、一応フェイト選手の後ではありますけども、2連勝でダイナ選手の勝利。おめでとうございます。でも1試合目あれじゃなかった。なんかもうやりたいけどね、これね。なんかね、1試合目なんか出ないと思うしね、大会に。いや、1試合目はじゃあフェイト選手勝ったから。あ、ダイナ選手はちゃんと2勝してるね。いや、でも1個、あれだよね、2戦目の試合の3敗じゃん。あれじゃん、運ゲーみたいな試合。あれ、運ゲーだったって思います。やり直しませんか。いや、まあ任すけどね、そこはダイナーとやり直しませんから。ダイナーさんに任すけど、うん、任すとどうしようかな。まあ、でもやり直しませんかが4人上がったら、まあまあやり直しますか、そしたら。え、あ、じゃあやり直しますか。あ、4人です。なんで行きましょう。やり直しましょう。4人だけで行きましょう。 OK です。4人集まっちゃうとすみません、ちょっとこれは。4人で遊ぶゲームだよ。4人ってなってますか。すみません。じゃあ、1勝1勝で今。さあ、そうですね、ダイダラ選手とフェイト選手が
どっちかが勝ったらもう勝負してて、これはもう泣きの一回なしですからね。はい、泣きの一回なしね。何があろうと、本当に目の前にゴールあろうと思う俺が勝った人の勝ちさあ、どんなステージでしょうか。うわー、またこれはこういうことか、恐怖のステージですね。さあ、どうなるか。うわ、マジか。ここはさあ、乗れたのは3人だが、やめてそれ。いや、これはどの人だ。ボンミスをしてました。さあ、だからこれはボンミスが起こりやすい、このステージ。さあ、焦る焦る、2回目以降は焦るぞ。そして真っすぐ行ってるのは西澤選手。西澤選手が勝ってもまだ戦い続きます。おお、これ無理だよ。なんとコツンコツンでいけるけども、横に踏んでしまったね。あー、真っ赤。くそ、これ積んでんじゃないの。さあ、ここでなんと敵が一人減ってしまってるので、もしかしたらやり直しませんか案件かもしれない。え、いけんの。やり直しませんか案件かもしれませんね。いや、わかんないよ。さあ、まあ、今状況を説明しますと、上にロコノコがもともといる。これ誰だっけ。誰だノコノコを踏んでいくところだったんですけども、そのノコノコを倒してしまったので、いやー、これはビビりますね。いけるかもしれない、ちょっと。ちょっといけそうな雰囲気はする。けども、あー、なるほどね。これはどうだ。どうだ。いいぞ。あー、惜しい。いけないか、ギリギリできるかな。いけそうな感じはするけども、その2人で行くのは絶対無理ですね。いや、逆に。あー、押してった。さあ、ここはベイブレード、ベイブレード、おーい、触るよまたもやリスポーンしてる。あ、うまい。これはむずいぞ。いや、これなくはない、一人なくはないけども、来るなあ、惜しい。さあ、嫌なとこに鳥がありますね。そこの潰し合いをするんじゃない。いやー、あー、飛びてしまった。さあ、ここで集中していくのは大田選手。さあ、死んじゃった。よし、フェイクレーズ。おー、やっといった。大田選手がいけるぞ、これ。この細い道を抜けて、うん、いけるのか、このまま。もしかして一人勝ちか。よし、なんと中間地点。オッケー、いった。なんと大田選手はここに来て中間地点を踏んで、だが落ちてはいるが、さあ、でもフェイト選手も一歩前。マジ追いつくぞ、ダイヤさんに。さあ、ここで中間取って、さあ、そのダイヤ選手はチェックしに行くあれ、しかしこれはあー、あー、ただのちょっとした時短。いや、嘘。さあ、ここはわかるよ、これ一人目行ったらやばいぞっていうやつかもしれない、これは。何これ、え、どういうこと。これ、あー、わかった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 。あーっと、これ誰だ、持ってない、上関係ない、持ってないのか。あー、持ってた。よし、行けるぞ行けるぞ行けるぞ。さあ、取った。追いつかれる。そして、ライト選手はまだあるか。ただ、勝たねばならないボルミナ・リスターペアは未だにベイブレード、ベイブレード出しに行きますからね。ギリギリ、いやー、ギリギリ行けるんですか。さあ、なんと大会で見れるのか。あー、やったか。嬉しい。というわけで優勝はヘイト選手。やったー、ありがとう。素晴らしい。落ち着いてますね、やっぱり。あそこでノコノコからちゃんと鍵を手に入れて。危なかった。ダイダーさんが危なかったね。ね、でも鍵気づく、気づかないかなと思ったから。そこを気づかれて。ゼロ勝チームがもうずっと前でずっと。やっぱねグってこう後ろの方になっちゃうと終わるわ。確かに。気持ちもこんな感じになるわ。前強いね、本当に。潰し合って前はね、逆にやりやすくなっちゃうみたいな。そう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 。これはね、本番どうなるか分かりませんけども。そうですね、みんなで勝ちたいですね、一緒にね。そうですね、試合まだ。ぜひ上の方でね、皆さんでまた当てるように。はい。はい、お願いします。